生ビール。はーい。はーい。で、輝く。乾杯しましょう、皆さん。いい飲んで。乾杯。I miss you and thank you. ビール OK なの。インスタライブは。お酒 OK なの。乾杯、イエーイ。乾杯、乾杯。うまかし、うましかし、え？うましかて。配球がいい？配球メドレーいけるかな？配球メドレー。配球のオファー。一番好きなビール銘柄。気分にもよるんだよね。何でも好きだから。でも札幌か、朝日が一番好きかも。あとハートランド。配給。配給メドレー。配給メドレー調べております。配給メドレー。ハロー。ハロー、ニーハオー、マイネームイズコウスケアスマ。インスタライブってさ、めっちゃ画質いいよね。恥ずかしい、ちょっと俺。アーカイブ残さないかも。生配信は生が一番いいじゃん。残しません。美味しい。みんなもね、よかったら乾杯しましょう。一人で飲むよりね、みんなと飲んだ方がいいから。まあ、1時間くらい、10時まで配信しようかなと思ってます。よろしくお願いします。お、もうすぐ600人いくよ、みんな。600人いけいけ。600人いけいけ。ね、画像綺麗だよね。恥ずかしいよ、ちょっと俺、今。ハロー。髪の毛だいぶ落ちちゃった色。ほら。カフェオレいいじゃん、カフェオレ。落ちちゃった髪色。紫やったのに。マジで及川さんのそんな似てる？髪色全然似てないやん。全然似てない。メイクもね、及川さんメイクしてないし。イケメンがおると思ったら、あ、めちゃくちゃ嬉しい。もうね、素直に嬉しい。おいしいお酒。野菜ジュースいいじゃん。あ、金に見える？あうこえ。なのかな、そんなあなた。
Mr. Future おはろカモンカモンテンションも大王様。そう、紫なくなっちゃった。立ちたくて、配給メンバーと誰だろう、みんな忙しいしな。なんか外宿自粛って言ってんのにさ、今会っちゃったらなんか叩かれそう。お酒持ってきて、お酒。あー、リトルイングリッシュ。おい母さん、次ね、髪色どうするか迷ってんだよ。アブソメタルがオレンジだから、地毛でいくからさ。俺お酒強いね。俺タバコ吸わない代わりにお酒飲むから。じゃない？このご時世さ、あ、皆さん体調大丈夫ですか？アスマは、最近1兆円だったんですが、バカなんで、コロナは、まあ僕は多分もう感染してると思うんですよ。東京にいるんで、東京にいて、もうこんだけお仕事やって、舞台もたがたにやってて、探して、俺絶対金は持ってるんで、正直実家帰れるんですけど、やっぱ帰りたいんですけど、帰っちゃうと親が危ないし、岐阜感染者少ないんですよ。これ出身が岐阜県で。まだ感染者少ないのに、俺が行ったら多分、俺金絶対持ってるから。だから、まあ帰れないよね、今はね。だから、こうやってお酒飲んでます。みんな一緒に飲もうぜ！イエーイ！みんな一緒に飲もうぜ！イエーイ！俺元気だよ、スーパー。スーパー元気だよ。ね、今日寒いからね、みんな体調気をつけて。あ、タガステありがとう、見てくれて。オーティマ役でアソナコウスケ出演してました。そう、発症してないだけやと思う。いや絶対感染してる、みんなそうだと思う、芸能人。だってさ、ずっと人と関わってんだぜ、ずっと人と濃厚接触してるのに。電車も乗るしさ、電車も乗るし、たまに満員電車なっちゃうし、そうそうそう、絶対濃厚接触アスマしてるから。だからまあ菌は持ってるよね、絶対に。でもまあ若いってのもあるのか、元気だからってのもあるのか分かんないけど、まだ発症はしてないから、みんなも気をつけてください。くれぐれもアスマと街中であったら逃げてください。何これ、 YouTube の CM がパリピアナ。あ、いいね、いいね。ね、みんな一緒に気をつけましょう。海外の方も気をつけて。お、韓国から、アニュハセヨー。ありがとう、韓国から。少し日本語話せる。すごい。逃げません、逃げへんのかい。街中で会いたい。今会っちゃダメ。笑顔素敵。Say, イワちゃん、please。イワちゃんか？イワちゃんね。マスマコウスケ、皆さんも知ってる通り、配給では、及川透役を演じました。今ね、配給、舞台中止になっちゃいましたけど、途中、兵庫公演が映像出演もしてます。お、お酒持ってきました。アスマくんも気をつけます。キューティーセンキュー from ビエタン？なんだろう。Can you post a piece？ やっぱ海外の方は、及川さんの認知が高いのかな、やっぱり。2.5 ステージアクター。 Can you come to Philippines? あー、 come back Philippines 行きたい、フィリピン行きたい。2年連続ね、フィリピンには行かせてもらいました。はい、あさってにアスマコウスケ、立花の辰丸さんと、ニコ生やります。タガステの話たくさんするんで、裏話いっぱいあるんで、まあ、ぜひね、それを皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ見てください、よろしくお願いします。まあ、今日はですね、アスマコウスケ、皆さんとお酒を飲みたく、まあね、今も飲んでるんです。まあちょっとね、飲めない方はね、もうジュースだったり、お茶だったり、なんか一緒に乾杯できたら嬉しいなって思います。ああ、うまい。ちょっとさ、おつまみに。
あれは食べます。ジュース乾杯しますって。恋が好き、ありがとう。コーヒー飲みます。おつまみあるよ、ある。私も飲んでます、わーいって。あ、エビスビールね。エビスちょっとね、癖あるよね。すごいじゃん。俺も何でも飲めるけど、ビール別に。一番好きなのは札幌と、朝日ハートランドかな。あとサンミゲル、フィリピンのビールうまいよ。フィリピンのサンミゲル、あと中国のね、チンタオ、チンタオ美味しいね。水だね、水。お酒はね、昔からすごい強いんだよね。酒量どこまでだよ。ん？酒量？あ、僕強いんですよね。だから普段、さっきも言ったんですけど、タバコ吸わない代わりにお酒飲みますね。お酒飲むと一日の終わりっていう、そこを目標にやってるっていうか、おっさんだな。なんかね、まあ、親がすごいそういう飲食関係だし、まあ、そういう血で親がすごい強いので、お酒があんま顔に出なくて、あ、目には出るけど、垂れてくる、こうやって。そう。でもすごい好きだから、昔からっていうか21からかな、21ぐらいでお酒飲めるようになってきて、20歳まではね、カシスオレンジとね、あれ、緑茶杯、俺炭酸が飲めなくて昔、それで知り合いの方に急に飲めって飲まされて飲ませてもらって、そしたらなんか自分で焼き鳥屋さんに一人で行った時になぜかビール頼んじゃって、美味しいってなって、これが急に来る生のうまさかってなって、マハルコキープ、マハル来た、マハルコ帰ろ。いや、カシオレ美味しいよね。たまに飲むと、カフェでさ作ってるカシオレめっちゃ美味しくない？ジュースだよね、うん、カシスって。ね、炭酸飲まなかったもんね、俺昔ね。牛乳しか言えない。ワインは大好きだよ。で、ワインはね、まあ、チーズとかないと飲まないかな。家ではワイン少ない方、結構。お店行ったら飲むけど。美味しい。まあ、今日はですね、アスナコウスキ一番好きなのがレモンサワーなんですよ。まあ、これ、家で簡単に作れるレモンサワーの素。これはね、簡単に作れますね。革命ですよ、レモンサワー界の。シロップがね、あんま好きじゃなくて、レモンサワーの。まあ、あれこそジュースだと思ってて、ああいう、例えば、なんだろう。言い方悪くすると、安いレモンサワー。これもすごい安くて美味しいんだけど、なんか、シロップが甘ったるいのが嫌いで、でももう、口の中に残るじゃん、甘いのって。ご飯中に食べたくなくて、もうスカッと次の味に行きたいんだよね、俺。で、なんか、口の中のあれを全部消してほしいから、そういう炭酸だったりとか、まあ、日本酒もさ、ワインもお酒で変えてくれるじゃん。でもなんかその甘ったるさが残るのが一番嫌いでさ、そう、辛口レモンサワーが一番好きなんですよね。これはその中で最近1年くらい前に出たやつで、革命ですね、これは。これサントリーさんだっけな？あ、サントリーだ。これ、いいっすね。ちょっとビール飲み切っちゃいますわ。うん。美味しい。いや、スイス行きたいよ。スイス行きたいよ、海外行きたいよ、俺も旅行行きたいけど今一番行けない時じゃん。そう、岐阜ナンバーに出た？いやーね、僕の親も飲食関係やってるんですけど、岐阜も大変です、このコロナの影響で。頑張れ親父って感じですね。僕も負けないようになんとか、ここ鬼レモン、こういうのもあるね。濃いめのレモンサワー、濃いめのレモンサワーとかとか、ちゃんとレモンも買ってますとか、レモンサワー専用焼酎、
これね、なかなか置いてる店少ないんですけど、居酒屋さんとかでも。居酒屋っていうか焼肉屋さんで俺は見つけて、これ美味しいっすね、この焼酎って言って。レモンサワー専用の。一回インスタストーリー逃したんだけど、これで革命。めっちゃうまい。で俺いつもグラスももうガンガン冷蔵庫にいっぱい冷やしてて、で、ちょっと瓶ビールもいっぱい入ってるし、もう順位満タンだよ、もういつでもこれ作って。かね、めっちゃあるだよ、ほんまに。レモンサワー好きやね。やっぱ仕事から帰ってきて、まあ外で食べないときは家でスカッとしたいの、やっぱり。スカッともう悪いもの流して、流したらダメか。出さないとダメだよね、悪いものはな。いやでも、気持ちの問題だ。気持ちの問題。もうね、スカッと、全部心もブワーってもう、出したい。うまっ。あ、アスマコウスケって言います。ありがとう、見てくれて。お酒かけるイケメンは天使。読めた。めっちゃアップはずいんだけど、なんか17ライブやってんだけど、よく普段俺はず、めちゃくちゃはずい。なんかめちゃくちゃこれ、酒大好きだよ。なんかタバコ吸ってさ落ち着くっていう人いるやん。まあ息抜きで、俺にとって息抜きはお酒かな今。デジタル技術がどれだけ行き渡っても、その真ん中には人間がいる。あ、漢字読めないね。漢字は苦手。でもだいぶ読めるんだってよ。やっぱ舞台やってるから台本読むじゃん。で、わかんない漢字調べるじゃん、やっぱりさ。嘘。さすがにちょっと眉毛だけはちょっと潰したけど、黒かったから。お、いいね。みんなで意外と入ってんだよね。お酒残んないね、俺あんまり。あの、寝る前に絶対水は飲むし、なんか味噌汁、あのすぐ作れるさ、カップ系のやつあるじゃん。カップっていうか、なんか液体だけ入れてお湯だけ入れるやつ。お湯すぐ作れるから、もうそれをね、買いだめしてあるんですよ。それでもう一杯して飲んで、水飲んで、朝起きてすぐ水飲む。これでバッチリ。そう、炭酸お腹いっぱいになるね。しじみ汁かな。即席？お、インドからありがとう。インドから見てくれて Thank you。 インドからありがとう。トメフライってね、リッツ Thank you。 お、リッツ、リッツハイキュー。まあ、配給はね、なんだろう、いろんなライブ配信で言ってるけど、僕にとってはね、初めての役でもあって、初めてのお仕事でもあるので、周りからどう言われようと一番特別感あるキャラクターなんで。もちろんアスマコウスキーいろんな舞台やってて、どのキャラクターも魅力的で大好きなんですけど、その瞬間はもちろん一番愛を持って勉強して演じるんですけど、やっぱり3年間やってきたし、なんなら今もね、映像出演やらせてもらってるし、まあ及川さんなかったら俺はいないから、それは大事にするね、やっぱり。2回目。よし、じゃあちょっとね、これどうしようかな。あ、あれ、ゴールデンボンバー聞きたい。俺は最近すごいゴールデンボンバーにハマっててさ、韓国行きたいよ。あのね、サムギョプサル食べたい。まあ、日本でも食べれるんねんけど、韓国の空気で食べたい。
サムギョプサル、チーズタッカル、ダッカルビ、チーズダッカルビ、あと、チキン。チキン。あ、なんやろな。いや、海外の方すごいね、応援してくれて。Thank you. Did you play make a fan meeting in Indonesia? あー、インドネシア。ファン、いらっしゃるかな、たくさん。インドネシアの方。俺、中国、シンガポール、マレーシア、フィリピンは行ったことある。I wish you can visit here again in the Philippines. おう、訪れる。いやーね、3年連続行けるか分かんないけど行きたいね。またフィリピン。やっほやっほー。金箔ね、もう最高だね。ちょっと調べるわ、もうちょっと。ゴールデンボンバー。ゴールデンボンバー君のもと書き木あれちょっと待ってねちょっと待ってねマヨソテーって美味しそうですね。だったら Google アプリでマヨソテーのレシピと検索。さまざまなレシピサイトを比較することができます。さあ、何作ろう？彼殺す君の元彼殺したいよもベトナムセンキューベトナムからありがとうお、タイからありがとう。君の元から殺したいよ。今更ハマるっていうね。Say something about railway stage count to wait. おー、レールウェイビジュアル解禁しました。You make my day better. どういう意味だっけ ?better.You shouldn't have come to Shiratori Zawa. あーば城西高校。今日ゴロゴロしてた家で。君の元カレみんなお酒飲んでる？飲んでるみんな。そう、インスタライブはねお酒 OK なんですよ。明日もお酒好きなんで、なんか今日配信するならなんかみんなとワイワイしながら飲みたいなと思って。たまには休まないと。休んでるよもう。ファック。ドイツからありがとう。こんにちは。酔ってないよ全然。全然酔ってないよ。ただ好きな曲聴いてるからテンション上がってる。ジュース飲んでますって。
あ、雪ね、もうやんじゃった東京は。俺東京住んでるんだけど。え、もっと飲むよ、もちろん。こんなんじゃ終わらないよ。今ね、生飲み切っちゃったから。あ、ちょっと、開いた。未成年の方は20歳守ってからちゃんと飲みましょう。アスマみたいに。アスマはね、20の中盤からかな、飲み始めたの。ほんとお酒のアルコールの匂いがダメだったの。親がさ、飲んでてさ、なんか臭くて、アルコールが俺苦手で、でさ、なんかコップとかも嫌だったの。なんかコップとかで、これビール飲んだでしょこれで、とかさ、すごい言ってた。ほんと嫌い、マジで嫌い、すごい言ってた。これで飲まないでって言ったじゃん。ないそういうこと。なんかさ、普通にお茶飲もうとしたらアルコールの匂いってさ、なんで？え？みたいな。じゃあグラス持ってくる。グラス持ってくるね。ちょっと待って。ちょっと待ってね。アマゾンで会いましょう。はい。トゥ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 。はい、みんな、じゃあね、これで作っていきたいと思います。で、これガンガンに冷えたグラス、ガンガンに冷えたグラスです。凍ってます、グラス凍ってます。それに氷もね、買ってくるんだ、ちゃんと。おいで、ピップマイ。これに、まあ、焼酎をね、これくらい。もう濃いめが好きなんで、濃いめに入れます、いつも。いつもこれくらい。ちょっと濃いめですね、普通の方よりは。で、こっから、10回転。10回転します。10回転して、最初に焼酎回しとかないと、炭酸水入れた時に溶けちゃうんだよね。で、ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。レモンも。ちゃんとカットレモンも入れます。で、一回転。俺もね、飲むファミやりたいよ、いつか。はい、レモンサワーの完成。ガチレモンサワー、生レモンサワーです。うまっ。え、何これ、変わっちゃった。え、面白い。え、ひひまいっぽくない？I'm not
うん、レモン絞るだけ。ドンピニプラチナ触りない。美味しいね。あすまこうすけって言います。めっちゃうまいで。最近アニメ見てないな。最近アニメか。レモンはね、あのね、凍らしてる。あ、こう冷凍食品買ってきて、レモン売ってんの、冷凍したレモンが。それをね、入れる。要するに氷代わり、言っちゃえば。未成年はダメ。唇の形、嘘。あ、これヘアメイクさんによく言われる、唇の形が。俺ね、テレビの予約機能がなくて壊れちゃってて予約できないんだよね。リアタイできないと結構辛いじゃん。だから一気になんか借りてみちゃう、そういう時は。